ウトガルド城の104期調査兵たちはハンジ率いる増援によって付近の壁城へと撤退、辛くも難を逃れた。そして巨人化能力者であることが明らかになったユミルは命がけで仲間を守ったこともあり、ひとまず調査兵団の保護下に置かれることになった。そんな折、壁の破壊箇所を捜索していた駐屯兵団の先遣隊から驚くべき知らせがもたらされたことを皮切りに、兵士たちはさらなる混乱の渦へと飲み込まれていくことになる。彼はウトガルド城での激戦を生き延び、無事に壁城へと退避する。しかし仲間と無事を喜び合う彼を思いもよらぬ裏切りと残酷な真実が待ち受ける。穴がどこにもないだって？ああ、別の区の兵と勝ち合って引き返してきたのさ。道中で巨人とも出くわさなかったが。仕方ない。それなら一旦トロストクで待機しよう。エレン、話があるんだが。
まさか、ついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつだ。俺たちは5年前壁を破壊して人類への攻撃を始めた。俺たちの目的は壁の中の人類全てに消えてもらうことだったんだが、エレン、お前が俺たちの故郷に一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。どうだエレン、悪い話じゃないだろう。ひとまず危機が去るんだからな。どうだろうな。お前さ、疲れてんだよなあベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろ。ああ、ライナーは疲れてるんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねんだ。そうか、何を考えているんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺がすべきことは自分のした行いや選択に対し、戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライナー、やるんだな今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。ライナー、ベルトルト、この裏切り者が！じゃあ迂闊に近づけないな。蒸気の弱まる瞬間は必ず訪れるはずだ。隙を狙って接近を試みるぞ。
って瓦礫が飛んでくるぞ。注意して進め。瓦礫の陰に入ればあいつの蒸気を防げる。瓦礫が飛んでくるぞ。気をつけて進むんだ。不用意に近づくな。粘り強くチャンスを待つんだ。動きは遅い。落ち着いて超大型の動きを慎重に観察するんだ。蒸気に押し戻されそうな時は瓦礫の陰に隠れてやり過ごせ。まだきっと死んでないから、どうかお願い。落ち着いて近くの瓦礫まで移動するんだ。やつは動きが遅い。近づいてしまえば必ずうなじを削り取れるはずだ。鎧の巨人を引き受けてくれてる。僕たちは超大型巨人に集中しよう。超大型巨人、やっぱりライナーとベルトルトが。強力な蒸気で身を守ってる。これじゃ攻撃できない。どうすれば。どうもしない。待つんだ。アルミンは私についてこい。鎧の巨人の相手だ。いつまで体を燃やし続けられるか見ものだが、いずれ彼は出てくるはずだ。兄と違って常に全身が硬い。何か撃っては。ミカサ、一旦鎧の巨人から距離を取って奴の弱点を探すんだ。どうせ倒されるならいいぜ。その首よこせ。Thank you.
れは何を？無駄なあがきだ。止まった。あの位置は。他の巨人は見当たりません。上だ、避けろ。